今回は近代の思想を分析しながら明治時代を観していきます明治時代は1868年から1912年までの45年間ありますので大きくこう10年ごとに区切っていってその特徴を捉えていくという手法を用います。では早速教科書を読んでみますと1行目「富国強兵を目指す政府は西洋文明の摂取による近代化の推進を図っていきます。 特にこの西洋文明の中でも思想の面にだけ注目してくださいすると二段落です思想界ではそれまでの秩序を重視する儒教さらには神道による考え方や古い習慣が時代遅れとして排斥され代わって自由主義や個人主義などの西洋近代思想が流行し天賦人権の思想が唱えられていきました。この辺りを まあ様々な思想を分類しておく必要があると思いますので、中の1番をご覧ください。明治初期には、A ・米系の自由主義や功利主義、まあ、これは立身出世を目指していく新しい思想です。また、フランスに留学した中江町民によって紹介された自由民権運動の理論的な根拠となった民権論。さらにはドイツからは国家主義的思想が導入されていきました。 まずここししっかりと分類してください。無知の人を啓発して正しい知識に導くことを啓蒙主義って言うんですけれども主に者の社員たたちがこうした啓蒙を行っていくわけなんですね。こうした思想がこれから起こる自由民権運動の基盤となっていきますでは次の10年はどのように展開されていくのか見ていきましょう このページでは1880年代を概観します。文明開化期の啓蒙主義や西洋思想導入の動きは民権運動に継承され80年代は民権運動が高揚する時期です。ところが明治10年代後半の朝鮮問題を機に民権論者の中にも国権論を唱えるものが現れました。 こうして外交問題の摩擦が人々の思想に大きな影響を与えることは、現代社会でもよく見られる現象です。王家主義と国権論の対立は、条約改正問題をきっかけにさらに鋭くなり、平民的王家主義を唱える徳富祖法らと、近代的民族主義を主張する三宅節令らとの間で論争が繰り広げられるようになりました。前者の平民的王家主義というのは、一般国民の側から、 西洋文明の需要による近代化を目指すもので反発政府主導の王家主義っていうのはちょっと急ぎすぎていて表面的になりすぎやしないかというこういう考え方なんですよね一方後者の近代的民族主義というのは日本の文化や伝統を他国より優れたものだと主張するっていうものなんですこうした考え方っていうのは 戦争の足音が聞こえてくるとやや極端なものになっていってしまいます日清戦争期にこうした思想はどのように変わっていくのかというところを見ていきます日清戦争は日本の勝利に終わりました日清戦争での勝利は思想界の動向に決定的な変化を与えます例えば徳富祖方は開戦と同時に対外膨張論に転じ 高山諸牛も日本主義を唱えて日本の大陸進出を肯定するとともにキリスト教の排撃も行いましたこうして思想や政治的な主張立場を転換させることを一般的に天候と言うんですけれどもこうした天候が多く見られ対外膨張を支持する国家主義が主流となっていくんですこれを別の角度から捉えていきます新日本史で補いましょう二段落 これらは列強の東アジア進出が強まったことや日本に憲法議会が作られるなど民権がある程度確保されたことを前提に国権的要素が強まっていったといえます。1890年代には既に明治憲法も制定され帝国議会も開設される民権というものがある程度保障されたんですよね。 こうしたことも国権論が強まることに拍車をかけたという、こういう解釈です。では最後の10年間を見ていきましょう。では日露戦争後を見ていきます。日露戦争での勝利によって日本も列強の一員に加わると、国民の間に達成感が強まっていきます。すると国家主義に対する疑問が生まれてきました。 農村では国家的利害よりも地方社会の利益を重視する傾向が現れる社会主義的な考え方ですよねまた人生の意義に反問する青年層が現れるこれは人間の内面をさまざまな方法で表現する文学作品が広まっていくことにもつながっていきますこうした思想の転換に政府がどのように対応していったのかを補っておきましょうこちらも新日本史ですが二段落を見てください まずは社会主義の強まりに対しては、1910年、大逆事件を利用することで社会主義者の活動を鎮静化させます。この後しばらく社会主義は冬の時代を迎えますね。そして個人主義については、1908年の母親証書で、勤労と契約や国家主義的な国民道徳を説いていきました。このようにして高まる社会主義や個人主義を抑圧したわけなんです。 ところが大正時代に入ると大正デモクラシーの風潮のもとこうした社会主義や個人主義は再び高まりを見せていくことになりますではここまでをまとめてみます明治時代を大きく4期に区分しました1つ目186070年代は文明開化期そして民権運動の始まりの時期です西洋文明の摂取による近代化を目指した時期で西洋の思想を3つに区分してみました そして80年代は民権運動の高揚期なんですが、反発政府の請求な大家主義に対する反発から国権論、ナショナリズムが台頭していった時期です。そして1890年代の日清戦争前後になると国権論が高揚していき、次第に対外膨張を唱える国家主義へと転向されていきました。で最後、日露戦争後には個人主義や社会主義が台頭してくる中で政府は 母親書や大学受験などによって、てこうしした思想を抑圧していきます。このようにして近代の思想を利用しながら明治時代を大きく外観してみましたので明治時代の導入としてこの動画を使ってください。今回のテーマはここまでです。